はい、どうも、ゆっきーでーす。今回も喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、手巻きタバコでーす。コルツのグリーンティー。こちら。吸っていきたいと思います。値段いくらだったっけな、忘れたな。まあ、ええわ。抹茶だ、これ。抹茶、抹茶。抹茶感パネ。40g 入り。40g 入ってるから、1000円ぐらいしそうだな。40g 入ってるってことは、結構値段高いぞ、これ。あ、コルツのフィルターがついてる。せっかくなんで、これ使っていきましょう。え、こっち、コルツの、フィルター。これはよく使うんですけど。値段が安い。これで、102本入りだっけ ?102 本入ってて、値段180円ぐらいですかね。めちゃくちゃ安い。多分加湿しなくてもいいんじゃないかな。パタッ。中身はこんな感じ。うわ、匂い、抹茶?抹茶っちゃ抹茶か。確かに抹茶といえば抹茶だな。まあ、難しいですね。これを果たして抹茶という、緑茶!緑茶と抹茶混ぜて、一対一で混ぜたような香りか。抹茶と言われれば確かに抹茶なんかもしれんけど。まあ、どっちかというと緑茶っぽいな。ただ結構甘い香りがするんで、なんか抹茶の、フラペチーノ的な、なんかそういった類を、結構甘い香りしますね。うん。コルツのペーパー。これはフリーバーニングかな。まあ意外とこういうやつの方が意外とうまかったですね。はい。それでは吸っていきましょう。ウィッシュ。ほんのり抹茶、緑茶、みたいな香りはするんやけど、ここで嗅ぐのと全然違いますね。うん。これで嗅ぐと結構、割と抹茶感はあるんだけど。ほぼほぼ抹茶感、消え失せたね。コルツのバニラとかに比べると、ありえんほど香りしないね。これ買う価値あるか?これ。こんなもん。こんなもん買う価値あるか?これ。確かにほんのり緑茶か抹茶かっぽい味はする。風味はするんですけど。それを求めて買った人間には、はっきり言って全くというほどフレーバーがないですね。なんだこりゃ。
ダメだな、これ。吸った感は、なんか、酸味もしないんですけど、まあ、酸味はしないですね。シェーとかに比べると全然酸味がないです。まあ、吸いやすい。うん。まあ、吸いやすいって言っても、初心者はわざわざこんな、フレーバーのやつを買うかって話。初心者は買わへんやろ。で、上級者になってちょっとフレーバーも出してみようか。みたいな感じで、買ってみて、なんじゃこりゃ。面白さのかけらもねえと。これ、どの層を狙ってやってるのかようわからない。こんなもん買うならドラム買った方が100倍ぐらいマシだよね。まあ、買う価値は方法ないでしょ。あ、これ二つ星。こんなに二度と買うかよ。こんなんだったらコルツのバニラ買った方が100倍ぐらいマシだわ。いや、確かにまずくはねえんだけどさ。果たして、それをわざわざ買う価値が あるかって、ないよね。うん。ほぼほぼフレーバー感じねえもん。フレーバーを求めて買ったやつはマジで、どうなってんだって、わめき散らすレベル。はい、二つ星。はい、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。こんなに二度と買わねえよ。